はい、どうも、バドミントンスキルアップスクール西島です。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでですね、今回はですね、綺麗なフォーム作りを、したいということで、質問の方をいただいています。フォームを矯正する、やり方ってありますかとか、綺麗なフォームを身につけるためにどんな練習をしたらいいですかっていう質問が来ているんですが、基本的には、フォームであったり、グリップの握り方っていうものは、選手によっても違うので、基本的には僕はあまり教えないというか指導はしていかないんですが、どうしてもやっぱり横振りであったりとか肘が下がったりとか肩が開きすぎてたりとかっていうところはミスの原因につながっていくので、フォーム作り基本的なところは皆さんに同じような、フォームの解説の方をさせていただいております。本日はですね、そのスキルアップスクールで実際にやっているフォーム作りっていうものをですね、YouTube ご覧の皆様にですね、ぜひ一緒に体験してもらえたらなと思いまして、特別配信の方させていただきたいと思います。最後までご視聴ください。ですね、準備していただくのはですね、お手持ちの壁とですね、お手持ちの壁、ラケットとですね、シューズは別に履いてても履いてなくてもいいんです、はい、どんな感じでもいいんですが、大事なのは壁がいります、はい、でラケットはあってもなくてもいいんですが、まずどうするかっていうとですね、ちょっと足元の方をちょっと映してもらいたいんですが、はい、壁の方に向かって、向いてもらいます。で左足をですね、進行方向の方に向けてもらって、普段のフォームみたいに右足で溜めて打っていきます。右足で溜めて蹴って打っていきます。ここの運動をしていきます。で今度上半身の方に、はい、その時にテイクバックします。で打っていくんですが、ここの壁に肘やラケットが当たらないようにスイングの方をしていきます。要は肘が開いている選手とか肘が下がってる選手っていうのは、この地点で振っていこうと思うと肘が当たってしまったりとか、横振りの選手はラケットがこの地点で当たってしまったりとかしてしまいます。なので当たらないように順番に肩、肘、グリップエンド、ラケットヘッドの順番で当たらないようにラケットの方を出していきます。これを繰り返して素振りの方スイングしっかりしていきます。でこの時に注意しなければならないのは、壁に当たらなかったらいいんでしょっていうので、こういうスイングする人がいるんですね。こういうスイングをこうしてしまうとフォームは余計崩れてしまうので、右耳とか右肩の上で打てるようにしっかりとスイングの方をしていきます。なおかつ壁に当たらないようにまっすぐ振っていきます、ね、このあたりはしっかりできたらいいんじゃないのかなと思います。ね、ぜひこのあたりはお家でもできるし、上半身の使い方でいくと座ってでもできるし、何でもいいんです。ここに当たらないようにラケット持たなくてもそのスイングがねしっかりで、ちょっとずつ壁に近づいていって本当に綺麗な縦のスイングができるように練習の方頑張ってもらえたらなと思います。なんでこんないいことを教えてくれるのって思う方いるかと思うんですが、僕たちはですね、皆さんがバドミントン上達していただいてですね、ぜひ一緒にバドミントンを楽しみたいなと思っております。もしよかったらですね、上達してまた僕たちのバドミントンスキルアップスクールに実際に足を運んでいただいて、シャトルとかね一緒に打って、バドミントンを楽しめたらなと思います。よかったよという方、応援してますよという方、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。以上になります。ありがとうございました。